はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、ただいま炎上中の岸田総理について占っていきたいと思います。はい、あのね、テレビではあんまり言ってないんだけれども、ネット上で大騒ぎになってる話がありまして、あの岸田総理がですね、外国人留学生今止めてるんですけれども、それを大量に入れると。でさらにですね、あの困ってる留学生に対してはですね、10万円を給付するということですね、スピーディーに決めた上で、外国人留学生は日本の宝というふうに発言してね、日本の宝よ大騒ぎになっております。そりゃそうですよね。まず一番大事にすべきは日本人学生だし、日本人なわけですよ。日本の総理なんだから。なのにもかかわらず、なんでそんなに外国人を優遇するのかってことですね。あの、怒るのは当然だと思います。ですので、あの、岸田総理のですね、今の気持ち、だから日本に対する感情ですよね。日本に対する感情と、あとはですね、今後の彼の成り行きについて占っていきたいと思います。でね、ちょっと政治的な話が絡んでまいりますので、苦手だなという方はですね、あの、あまりご希望に添えないと思います。申し訳ございません。でもですね、大丈夫よ、そういうの聞けるわよって方はですね、ぜひ聞いていってください。では早速カードの方シャッフルしていきたいと思います。はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、こちらの気持ちを占うスプレッドの場合はですね、逆位置を取りませんので、こういう風な政治で読ませてもらいたいと思います。あー、なるほどね。はいはいはい。まずね、今の岸田総理の日本に対する感情なんだけれども、あのね、一番最初にこれが来ます。ソードの6ですね。はい、これがやり方を変えるとか、そういう意味があるんですが、やっぱりですね、彼の中で一番大きいのはですね、今までの安倍菅、まあ安倍総理と菅総理またちょっと違うんだけれども、まあその路線ですよね。その路線から変えたいっていう気持ちがまず第一にあるという感じです。ですので、まあ言ってみればアベノミクスですよね。そのなんていうのかな、国の借金とかをこうなくすとか、そういうのよりも先にこう経済発展、株価であるとか、あとはそういうね、賃金の上昇とか、まああとはそういうものですよね。そういうものを目指すっていうものではなくって、違う方向だから、真逆の方向、財政を健全にするために、まあ増税とか、そういったことを基本的にはやりたいっていう気持ちがすごく大きいと思います。今までのやり方とは違うもので僕はやっていく。だから、まあ真逆と考えてもらうのがいいのかしらね。今までの安倍総理、菅総理の路線とはやっぱり違う。まあ報道でも言われておりますけれども、そのままだと思います。その今までの路線を否定するということが今第一に彼の頭の中にあるっていう感じですかね。で、その上なんですけれども、あのね、すっごい怖がってる感じがあります。あのね、これですね、ソードの10の正位置なんだけれども、意味的には不安が的中するとか、そういう意味があるんですよ。ですので、やっぱりね、あの彼自身が一番パニックってる気がしますね。多分ね、想像してなかったと思うんですよ。あっても例の病気騒ぎくらいで、まさかこんなロシア、ウクライナの有事であるとか、まあそれによってね、日本のこれからの、あの路線ですよね。軍備をもっと拡大していくとか、いろんな中国との考え方もね、外交の仕方も変えていくとか、いろんなね、日米安保とかいろいろあるわけですよ。そういうのやりたくなかった、怖っみたいな気持ちが、ちょっとね、あくまで占い上ですけれども、見える感じがしますね。ちょっと逃げ腰な感じが若干いたします。で、あのね、こちらのカードですね。これが吊るされた男、ハングマンの、逆位置な、逆位置ないや、正位置なんだけれども、あのですね、身動き取れないっていう気持ちがすごい大きい。だから、怖いんですよ、とにかく今。こんなはずじゃなかった。なんでこんなことになってるの、俺の代でって思ってて。で、その上で、今、耐え時だと思ってるけれども、耐え時だと思うがあまり動けない。身動き取れない。もう本当に吊るされた男ですよ。どうしたらいいんだっていう感じで、
思ってる。で、よくですね、今の岸田総理というのはですね、検討ばっかりしていると。決定というよりも、いつも検討する、慎重に考えるとか言ってるばかりで、全然決定しないじゃないかって言われてるんだけれども、もう、これじゃできないですよ。怖いし、身動き取れないって思ってるから、そりゃ決定できないなと思いますよ。酷だと思います、今の彼には。だから、今の彼の政策、だから、いろんなね、政策をね、例えば今回の、まあ、外国人の話でもわかるんだけれども、そういうものって、あのね、彼が決めれるとはあまり思えないんだよな。このカード並び見るのにね。ですので、やっぱりね、彼がというよりも周りかな。周りの側近であるとか閣僚、だからまあ外務大臣とか財務大臣とか、あとはまあご親戚とか、まあいろいろ周り取り巻きいらっしゃると思うんだけれども、そういう方々がやりなさいって言ってやってる感じかなと思いますね。だって身動き取れないんだもん。あくまでタロットからのメッセージを読むと、まあそういった感じかなというふうに思いますね。でまあそうね、それもどうかなというふうに思うんだけれども、一番怖いのはこちらね。身動き取れないだけならまだわかるんだけれども、こちらですね、今までの方向とは転換するっていう意味合いがあるんですよ。ですのでちょっと怖いのは増税とかね、財政を健全化するためにちょっとこうなんていうのかな、国全体にまくお金を減らそうとかね。そういうこと考えられると、私たち庶民はですね、それを一発で食らいますからですね。はい、お財布直撃しますから、そこら辺がね、ちょっと怖いかなというふうに思いますね。増税はやめてほしいな。っていう感じかなというふうに思います。はい、では次はですね、岸田総理のこれからの、まあ、政治生命というか、総理の席に座ってられるのかという部分についてですね、流れを占っていきたいと思います。よいしょ。はい、では占っていきたいんですけれども、まあ、今回はですね、岸田総理がいつまで総理の椅子に座ってられるか、つまりですね、まあ、岸田政権の今後について占ったんですけれども、かなり厳しいです。はい、厳しいこと言うと思います。申し訳ございません、私ね。ですので、まあ、それが大丈夫だよという方だけですね、聞いていてもらえたらいいと思うんですが、まずね、過去の流れから見ていきたいんですけれども、過去です、運命の輪が出ております。しかも政治です。ですから結構ね、いい感じだった。つまりですね、岸田総理にとっても理想的な政治ができていたし、理想的な夫人で理想的な政権運営ができていたし、やっぱり運もね、かなり味方していたと思うんですよ。ですからその幸運に乗ってかなりいい線行っていたんだけれども、今の状況がこちらです。死神ですね。はい、ですのカードの、しかも政治です。ですからあのね、死と再生という意味があります。ですのでかなり厳しい。おそらく、もう、やり方を根本から変えないと。だから、上辺だけ変えるとかじゃなくて、考え方そのものを根本から変えていかないと、転覆の危険が大いにあります。今、かなり厳しい。ですので、相当な逆風ですよね。ですから、今ね、まあもちろん自民党内のことはわからないんだけれども、相当ね、動きがあると思います。これが出てくるってことは。なので、岸田政権退陣するとしたら、今非常に危険な状態かなというふうに思いますね。でこれを乗り越えるんだったら本当に
根本から考え変えないと厳しいというふうに思います。で、仮にこれを乗り越えられたとして、こちらね、3ヶ月後くらいまでの、未来を表すのがこちらになるんだけれども、これがですね、女強行の逆位置になります。ですから、あのね、孤立する、仮に乗り越えられたとしても、このまま行くと孤立します。はい。で、政治というのはですね、やっぱり人望あってこそなんですよ。特にですね、あの、日本のような、民主主義の国はね、ロシアみたいな独裁だったらまだわからないですけれども、日本のような民主主義国家では、やっぱり人望こそが政治なんですよ。人徳人望。なんだけれども、それがね、だんだんなくなっていく。岸田総理はですね、かなりですね、人はいいらしいんですけれども、なんかね、岸田総理がというよりも、岸田政権がだろうな、が、かなり孤立していくと思います。国民からも。そして、なんていうのかな、自民党内でも、そりゃそうですよね。今回みたいなことをしてたらですね、そんなに、過去はですね、かなり、支持率良かったらしいんですけれども、やっぱりですね、おかしいって思う人は出てくるわけですよ。若者中心で、特にネット上とかでは。なので、そういう意味を含めて、だんだん距離が離れていくのかなというふうに思いますね。だからなんていうのかな、やっぱもっと日本人を大事にしていく政策しないと、有権者は日本人ですからね。だん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 追い込まれていくような、そういう流れかなというふうに思います。このままいけばね。はい。で、さらにその先ですね、6ヶ月後くらいからもっと未来の話なんですけれども、こちらがですね、ペンタクルのナイトになっておりまして、おそらくですね、これを乗り越えていけば、かなり安定していくと思うんですよね。おそらく、岸田総理自体もですね、総理としての経験を積んで、どんどんね、力を蓄えていくだろうし、経験も増えて、なんていうのかな、うまく政権を回せるようになる。だから、この半年くらいかな、半年くらいを乗り切ればですね、堅実な政権になってくると思います。安定したね。多分参院選だろうな、半年後だから9月でしょう。参院選乗り切れれば、岸田政権のままいければ、かなり安定するんだろうけれども、でもですね、ここで死神出てるし、さらにね、女強行の逆でしょう。かなり厳しいと思いますね。これのインパクトがでかすぎるな。はい。ですので、もしね、聞いてらっしゃる方がいたらですね、関係者の方、今が正念場でございますので、ぜひですね、頑張ってもらえたらというふうに思うんですけれども、でもですね、やるなら根本的にやり方変えないと厳しいと思います。で、こちらね、アドバイスカードが出ております。こちらがですね、戦車のカードの逆位置になります。ですので、やっぱりね、失敗するとしたら思い込みなんですよ。だから、今までの前例を踏襲しなければならないとか、例えば、最強の爆弾ですよね。名前は出しませんけれども、引っかかるので、シェアリングの話もですね、岸田総理はですね、もうそういったものは、話もできないと、ああいう三原則があるから日本は持たないんだって言ってますけれども、でもね、議論は必要だと思うんですよ。でもそういったね、議論すらやらないっていう姿勢はですね、やっぱり良くないと思うんですよね。ですので、できればですね、今までの思い込みとかそういうものを捨てて新しいね、世界に行ってると思いますので、ぜひですね、一歩踏み出してもらう。思い込みを捨ててもらう。そういうことをしてもらうとですね、いい方向に行くのかなというふうに思いますので、ぜひですね、はい、頑張ってもらえたらいいかなというふうに思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよという占い等ございましたら、コメント欄の方に書き込んでください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。